キンプリ元メンバーの岸優太平の仕様がタンクトックシンクロで再共演共演。飛べ合流への期待が高まる。8月1日発売の映画雑誌、日本映画ナビーボル10。107、産経新聞出版の表紙が7月25日、同志の公式ツイッターで公開された。そこで見せた元キー・エヌ・ジー・ピンス。 キンプリの岸優ユータ27のビジュアルが注目を集めている。白いタンクトップを着た岸さんがこちらを見つめている表紙になっています。大胸筋や肩回り、岸さんの肉体美が素晴らしいですが、話題になっている理由はそれだけではありません。2019年8月発売の同志で表紙を飾っていた元メンバーとシンクロしていたんですよ。 ファンが反応して話題になるのを見越して映画ナビーも狙ったのかもしれませんね。女性誌ライター。元メンバーとは騎士と同じく元金プリの平野市二26のことだ。平野は4年前の日本映画ナビーボル83で騎士と同じく白いタンクトップ姿で表紙を飾っていた。騎士が分厚い胸板をしているのに対して 平野は太くたくましい肩や髪腕筋を披露していたのだ。四年越しの岸平真ンクに、2023年の岸くんと2019年の潮さん意図的ならなくそうじゃなくてもなくつい並べたくなった、ね岸平最高。池岸くんの表紙見てかぐや。 様米印2019年の主演映画の紫輝くん思い出したワンタンバタバタ,バタ倒れたよ。ねえ今回表紙を飾るガンくんも昔表紙を飾ったことあるようくんもこれはもう、ねえさ男な感じがなんか良い。といった声が SNS に多く寄せられている。岸さんは約2ヶ月後の9月末にジャニーズ事務所から退場します。 そして、金プリと脱退と同日の5月22日にジャニーズ事務所を退所した平野さんと神宮寺雄太さん25との合流すると見られています。そして、滝沢秀明氏41が立ち上げた、戸部への合流も有力視されていますよね。全能。四角岸平は今から2ヶ月後の即合流が濃厚。 平野と神宮寺は、事務所を退除して2か月足らずの7月7日に渡米への合流を発表し、ファンを驚かせていたのは記憶に新しい。ワイドショー関係者は言う。平野さんと神宮寺さんについては女性誌の報道によりファンの期待が高まりすぎた。ゆえ当初の予定より早く渡米合流を発表したとも言います。 それで退場からわずか1ヶ月半ばほどのスピード合流になった、と。岸さんも合流も規定路線となっているため、ジャニーズを退場したらファンはいつ合流するのとなるはず。すでに平野さんサイドの準備は万端だと言いますからね。 7月13日発売の女性セブン小学館では、すでに平野と人流児のためにスタッフが揃い、楽曲制作が進められていることが報じられている。特に平野のソロ曲はすでに収録済みだが、退場した騎士が合流してから活動を本格化させると見られているのだ。 ちなみに神宮寺については、舞台を中心に活躍する劇団星新幹線の橋本淳59との関係が良好であること、2021年に主演舞台を演じた経験から、舞台俳優としての活躍も期待されている。グループでの 活動それぞれの仕事も岸さんが合流してから本格化するわけですから岸さんも合流をいたずらに引き伸ばしたりはせず10月に入ってすぐ平野さん、神宮寺さんそして戸辺への合流となると思われます。戸辺が設けた平野さんと神宮寺さんのファンクラブは2人セットの扱いですが、これも岸さんを含めた3人セットのファンクラブとなるのでしょう。 会員賞はデジタルなので、修正も容易ですからね、全能。平野と騎士。合流が約2ヶ月後に控える中、フライングでのタンクトップシンクロとなったようだ。四角、ザ男な感じ。シユータと平野仕様。白タンクトップ姿イケメンすぎる超ワイルド筋肉ボディで4年越しシンクロ。素晴らしい肉体美。 年を重ねたら落ち田順一や長瀬智也のようなワイルド路線も目指せそうだ。